こんにちは、小林隆一です。ぽっこりお腹の人のためのボブトレ解説編です。このトレーニングは腹筋全体をバランスよく刺激するメニューです。体の動かし方一つで使う筋肉は変わってきます。その違いを感じ取りましょう。まずは下腹部の腹筋からです。トレーニングを始める前にペットボトルを用意してください。仰向けになっておへその下に垂直に当てましょう。ペットボトルの位置はだいたいおへその下指2本ぐらいの場所がベストです。準備ができたら5秒間息を吸いながらペットボトルをぐーっとお腹に押し込んでいきます。今度は5秒間息を吐きながらペットボトルを腹筋で押し上げていきましょう。これを2セット繰り返せたらグッドです。息を吸うとき力んで肩が浮いてしまったり、腰部と床の間に隙間ができてしまったりしないように注意です。次は横側の腹筋を鍛えていきます。まずは右手を上げて右足を後ろに引きましょう。準備ができたらゆっくり息を吐きながら体を左に倒していきます。意識するのは体の側面です。左の腹筋を縮めて右側が伸びている感覚が分かればグッドです。十分に息を吐き切ったら今度は息を吸いながらゆっくり体を元の位置に戻しましょう。これを左右5回ずつやって1セットになります。注意するのは重心が真ん中にあること。体が反れたり前に重心があると腹筋にかかる力が分散してしまうので注意しましょう。最後に腹斜筋を鍛えていきます。まずは四つん這いの体勢になります。手は肩幅ぐらいの位置に、膝は腰幅ぐらいの位置に置きましょう。背中を丸めたらゆっくり息を吐きながら体をひねっていきます。体を内側に巻きながら胸を閉じていくイメージですね。対になる肘と膝をくっつけるようにするとグッドです。体をひねろうとして頑張りすぎると背中が反ってしまうので注意です。重心はおへその位置、前に行き過ぎても後ろに行き過ぎてもダメです。結構難しいですが、あなたの筋肉を呼吸とともに感じてください。一見簡単そうなぽっこりお腹解消のボブトレですが、重心の取り方や姿勢によって効果が全然変わってきてしまいます。筋肉の動きをコントロールしてバランスよく鍛えられると最高のボブトレライフになるでしょう。それではレッツボブトレ。